11月1日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅に反発しております。昨日と比べて313円03銭高の 22,324円64銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も 17.91 ポイント高、 JPX 日経400も 177.35 ポイント高と、いずれも 1% を超える上昇となっております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 57% の1165銘柄、値下がり銘柄数は約 38% の768銘柄でした。日経平均300円を超える大幅な上昇となっておりますが、それでも全体の約 38%、 4割近くの銘柄が下落したという動きにもなっております。トピックス規模別株価指数では大型、中型、小型いずれも上昇しておりますが、大型株の堅調さ、強さが鮮明であります。大型株指数がプラス18、中型株指数もプラス22とそれぞれ大きく上げました。小型株指数もプラスではありますがプラス9ポイントということで小幅な上昇にとどまっておりまして、今日は指数の影響の大きい大型株にまとまった買いが入って全体が押し上げられた、あるいは株価指数先物に海外投資かなどのまとまった買いが入って、それに伴ってその影響の大きい大型株に最低買いが入ったという構図であります。商いは高水準です。売買高10億3500万株余り、売買代金は1兆8618億円、半日で1兆8000億円を超える売買代金となっておりまして、単純に2倍しますと1兆7000億円レベルということになり、なるでしょうか。後場どうなりますか、注目されるところであります。単純にそうですね、売買代金3兆7000億円レベルということになりますね。2倍しますと、まあ、そうなりますか、どうなりますかというところです。今日は朝からバタバタ買い注文が先行しました。昨日のアメリカ株が堅調だったということ、それとやはり何と言いましても今日は昨日発表されました決算が好調だった銘柄が大きく買われたというのが目立ちました。中でも代表格のソニーでありますとか東京エレクトロンでありますとか、まあ、このあたりが大きく買われまして指数を牽引したという構図であります。さらに昨日日銀の黒田総裁が金融緩和政策の出口はまだ時期尚早だということを記者会見で述べたことなども日本株に対する外国人投資家の買い安心感を誘ったという見方が出ておりました。大型株にまとまった買いが続いて全体を押し上げて300円を超える大幅高で全引けとなったというのが今日の動きであります。こういった中で個別銘柄で上昇が目立った銘柄ではやはり何と言いましてもソニーであります。コード番号6758は約9年ぶりの高値に上昇しました。全引け段階で上昇率は 10% を超えております。昨日今3月期の第2四半期決算を発表して、合わせて通期予想も上方修正、営業利益は6300億円ということで最高益更新、約20年ぶりの営業利益最高益更新の見通しとなったことが素直に好感されました。他に5406神戸製鋼所、こちらも上昇しておりまして 6% を超える上昇で1000円の大台を回復して全引けとなりました。昨日明らかになりました10月27日申し込み現在での信用残動向で売り残買い残ともに減っておりますが、なお取組倍率は 0.50 倍ということで売り方が買い戻す動きが続いているという見方が出ておりました。逆に下げた銘柄としましては4112の保土ヶ谷化学工業、こちらが 12% を超える急落となりました。こちらも昨日の決算発表銘柄、3月期通期予想を大きく上方修正いたしましたが、7月に発表した第一四半期が非常に好調だったということで事前の期待値が高まっておりまして、今日は失望売りで反落という動きになっております。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。